ありがとうございます。今日はインタビューということでですね、はい、まずは学部と学年を教えてください。法学部、法学科3年の豊田大輝と申します。はい、これ本当に良かったですね、学年。ね、うん。その、まあ、学生のうちにこう受験する人も、まあ、いますけども、豊田さんはどういったきっかけがあって、まあ、法学部だったっていうのもあって、形としてなんか資格取れればいいかなっていうのと、就活が今始まっているので、勉学面でのアピールポイントっていうところにもなるかなって思って、行政書士の講座を。まあ、目で見える形でね、はい、残したいということですかね。はい、まあ、受講の時ずっとライブで書いてくれてましたけども、はい、まあ、部活もね、こう全国大会とか、はい、本当に目指して、ね、やっている、まあ、そういった中でね、こう学習を継続していくのも、まあ、結構大変だと思うんですけども、苦労したことって何かありますか？やっぱり、まあ、部活もそうなんですけど、まあ、大学生っていうこともあって、周りはまあ遊んでる人ばっかりで、だからその中で自分は勉強しなきゃいけないっていうその環境を作るのは、やはり大変でした。まあ、その、まあ、行政書士のまあ資格をこう目指して、まあ、受験してきたじゃないですか。で、法学部3年生ということで、はい、学校の試験にはこう行きました？まあ、3年時に講座を受講したので、民法と憲法に関しても終わっちゃったので分からないんですけど、まあ、行政法に関して言えるのは、後期取ってて思ったんですけど、やっぱり教授が何か言いたいことがもうすぐに分かるし、次何を言うんだろうかっていうところが、まあ、大体予測がつくってことで、まあ、講義のその質っていうところは上がっていくと思うし、テストに関しても結果が出てないのでまだ分からないんですけど、そうですね、はい、ので分かんないんですけど、まあ、手応え的には、まあ、9割、まあ、8割取れてるのかなっていうふうには思ってます。すごいですね。あとは、まあ、5月からですかね、もう即修正講義ということで、はいはい、5月開講でやってきましたけども、こう短い期間でこう受かっていく中で、まあ、講座以外で何かこう自分で工夫されたことってありますか？講座以外っていうと、まあ、講座の授業内の質を高めるために必ずやってたのは、授業始まる1時間前は必ずその前回のマーカー箇所とかそういうところを読んで流れを分かるようにした状態で必ず受けるようにはしてます。あ、なるほど。そうですね、前回の復習の時結構当ててましたもんね、私ね、コミュニケーションでやっぱりこう、まあ、前回の復習でこうライブで当てていくのもそうだし、あとはこう講義の中でゼミっぽくやった部分もあるんですけども、うん、はい、あれっていうのは結構こう役に立ちますかね。やっぱゼミ形式だと、まあ、答えられなかったら悔しいし、まあ、答え、はい、僕は結構自分でやってたのは分からなくても答えるようにはしてて、うん、もし分からなかった場合でも、もう間違えて恥ずかしいんで、もうすごい覚えるので、はい、まあ、試験対策としてはすごい有効なんじゃないかなって。なるほど。最後に今後の展望というのは何がありますか？今あの就職葛藤中でして、不動産業界に興味があるので、うん、行政書士取って勉強 その流れっていうのも分かってきているので、司法書士に取ろうというふうに考えています。まあ、それをこう資格として、はい、就職時にアピールしていこうという感じですかね。はい、ぜひ、まあ、今後もぜひ頑張ってください。本当に今日もありがとうございました。ありがとうございます。